皆さん、おはようございます。今日も結局私の家からいただいた差し入れ紹介させていただきます。今回ですね、横浜 F マリノスさんとの試合の中で皆さんからいただいた差し入れを紹介させていただきます。僕はあくまで一サポーターであるにもかかわらず、たくさんの差し入れ本当にありがとうございます。それではいただいた差し入れ紹介させていただきます。ハートチョコレートクッキークランチ青赤、ありがとうございます。さらにはブラックサンダー、いただきました、ありがとうございます。そしてこちら、かわいいクリスマスのお袋になっております。中何が入っているんでしょうか。スタキンというふうに書いてあるんですけど、多分出川哲朗さんの実家だよね。そうだそう、出川哲朗さんの実家のり屋なんだ。そこの味付けのりいただきました。これはご飯がご飯が進むやつ、ありがとうございます。はい、最高のやつ来ました。ビール発祥の地横浜のあられということで、横浜塩だれ横浜ビアカキいただきました。これでビール進みまくりです、ありがとうございます。こちらはカイロ、ありがとうございます。続いてこちらですね、ペヤング焼きそばフライドポテト激辛マックス2つ、ありがとうございます。こちらはですね、あゆさんからいただいております、ありがとうございます。あゆさん、こちらポンピー、こちら私宛てということです。中身何になっているんでしょうか。これはチョコロール2本入ってます。いいですね、これは非常に嬉しい。外に持っていく用の歯ブラシ探してたんですよね。スヌーピーの歯ブラシセット、ありがとうございます。嬉しいな。そしてこちらはポンピーですね。じゃあちょっと代わりにね、中身私が開封させていただきます、失礼いたします。同じくチョコスティック2つと、はいはい、まあ彼は乾燥しまくりでしょうから、リップクリームスヌーピーのいただきました、ありがとうございます。じゃあこれは責任持ってポンピーに渡させていただきます。続いてこちらもアイさんからいただきました。ごめんなさい、これちょっとね、飲みをね、統一飲まさせていただいたんですが、コハロン586というこういうボトル、オリジナルこういったボトル作っていただいてコーヒーをいただいたんです、ありがとうございます。さらにこちらはメルコリゾーツというふうに書かれたマリノスケくんのクッキー、ありがとうございます。こんな乾燥する時期にはたまりません。 VC 三千のどあめさん、ありがとうございます。最後こちらの写真をいただきました。以前一緒に撮った写真ということです。手紙読ませていただきます。コアロンさんへ、意味わかんねえよ、来んなよって書いてあります。いつも楽しく見させてもらっています。これからのシーズン新しい企画を楽しみに待っています。さて、一人暮らしの調子はどうでしょうか。実家でスネカジリをしていたアキラさんがいきなり一人で暮らすことは不安でいっぱいですが、ポンチや猫ニラさんの助けをフル活用してお隣の大根を生み出していればと思います。この写真は昨年ここでアキラさんに撮っていただいた写真です。アキラさんの顔の長さに驚きました。心身ともに充実した生活を送ってください。受験生の審査よりということです。ご自身が今までやってきたことを信じて、そして最後の1分1秒まで実力伸びていきますから、諦めることなくいい結果が出ることを祈っています。以上、老害からでした。ということで、マリノス戦もたくさんの差し入れ本当にありがとうございました。また皆さんとどっかでお会いできることを楽しみにしています。またお会いしましょう。さよなら、ありがとうございました。チャンネル登録しようよ、ホタルの光がありえないほど聞ける